文字イ院大統領の国政遂行支持率が5週連続でダウンし、50%台中盤を記録していることが分かった。世論調査専門機関リアルメーターが TBS の依頼で去る10月29日から31日までの3日間、全国の19歳以上の有権者1505人を対象に調査した結果、 文大統領の国政遂行支持率は10月4週目の週間集計より 3.2%P 下落した55.5%と調査された。9月4週目以降、5週連続でダウンしている。一方、国政遂行が、うまくできていないと回答した否定評価は39%を記録。 前週に比べて 3.4%p 上昇した数値だ。わからない、未回答は 0.2%p 下落した5.5%だった。リアルメーター側は、このような下落傾向について株価急落と正規失業者の増加、景気先行指数の下落など、経済指標の悪化が否定的に作用したと分析している。